私は児玉秀幸と申します。尺八を作り始めて約25年ぐらい経ちます。尺八は地なし尺八専門で、だってシンプルな尺八作りを心がけています。で今から尺八をですね作りますのでご覧になってください。この竹の長さをですね、測って指穴の位置を決めるんですけども、これは節が一つ多く取ってありますので、大体これが二口になります。で大雑把ですね、この節がですね、節一つなんですけど、こう二つに見えると思います。この上のですね、節の約どのくらいかな、まあ2、3ミリ上をカットします。このくらいですね。こんな感じですね。それで次にですね、作り方の順番はいろいろあるんですけども、今日はまずこれの節を抜きます。この大体ですね中心になるあたりを鉛筆で印をつけます。それでこういった切りでですね、で竹がですね少しこういうふうに曲がってますので、この切りもこういうふうに入るぐらいですね。だいたい1つ2つ3つ4つここぐらいまでをこれで抜いていきます。これで大体ですね、ここぐらいまで入りましたので、ここまで節が抜けました。次はこの上ですね。1つ、2つ、3つ、4つ、ここを抜きます。この竹の場合は、ここがですね、上側になりますので、大体この辺が打口ですね。これを抜くときにですね、私は少し上目
真ん中寄りになりましたけども、ここで一番ここで大事なのがですね、この上ですね、この上を少し残すということなんですですね。歌口を作るときにここが全部なくなっちゃうと、作りにくくなりますので、それで今度はここまで来ましたら、このガリ棒でつついて。次、節が抜けましたら今度はこの手甲の位置をですね、測って印をつけます。この竹のですね、センターですね、上の真上、それをですね取るんですけども、まずこう大体自分の持ちやすい位置っていうのがねありますので、それを大体こう確かめて、この辺かなと思いましたら、私の場合はこういった紐とですね、チョークで、印をつけます。こういうふうに大体センターのところにですね、この糸をこういうふうに貼ります。この下側にチョークをこういうふうに塗りまして、で真ん中あたりを持って上にピンと弾くと、こういうふうに線ができますので、これがセンターラインですね。でこの竹の長さがですね、約2尺6寸3分ぐらいなんですね。で最初の一項ですね、だいたい 22.、 全長の 22.1% あたりを目安に開けるんですけども、必ずしもそこが正しいわけではないので、目安ということですね。で大体5寸8分1項目が大体22.1、 竹の太さあと形状によってですね、ずらしたりするんですけども、この場合22.1 ぐらいでいきます。5寸8分ですね。大体ですね、この辺りになります。ちょっとこういったですね、針で軽く印をつけてください。これあんまり強くやると竹が割れてしまうことがありますので、ちょっとつけばいいですので、目印で分かる程度でいいです。で、あとはですね、2項目は
私の場合は割り10分の1というあの作り方でやっているんですけども、ただ均等に割りだと、できない場合が多いんですね。それで大体の2合目っていうのは 10% よりも少し、上に開けます。大体、この竹だと1ミリか 1.5 ミリぐらい上に開けます。でこれであの全長が2尺6寸2分ですので2寸6分2輪プラス1ミリぐらいですね。2ぐらいで、で3個目なんですけども、3個目はですね、今度とわりよりもですね少し短くする場合が多いです。ですのでこれだとですねやっぱりあの1ミリぐらい、短くします。これはあの竹によってそれぞれどのくらい短くしようか長くしようかっていうのは経験と勘になりますので、必ずしも決まってるわけではないです。次にですね4項目なんですけども4項目の場合はとわりよりもとわりプラス2ミリ3ミリぐらい長くする場合が多いです。それで次に裏項ですね5項なんですけども、5項の場合だいたい全長の 7.5% ですね。この場合、1寸キューブ5輪ぐらいですね。ぐらいになるんですけども、ここはあの竹の上ですね。これを裏にあの持ってこないといけないんですけど、この時にですね、これはあのフィルムですね。今時フィルムってあのないかもしれませんけど、使った中ではフィルムかあの、まあ、厚紙でもいいです。で、これをですね、ここの印のところから、ぐるりと巻きます。で巻きましたら鉛筆で紙をですね用意します。こっちあの上の方はあの直線でまっすぐです。ちょっと下のハサミで切ったのでねこっちは別に曲がってても構いませんので、でこれをですねこの今つけた印にセンターこの一番端っこですねこのちょうどセンターのここに合わせます。こういうふうにですね合わせます。そしてこのぐるりと巻きます。で巻きましたらこのちょうど重なるところに印をつけます。でこういうふうに印をつけましたらこれが一周ですので
一周のところの半分ですね、これに折り返してに折り目をつけます。でこの折り目のついたところがちょうどあの真裏になりますのでね、これで印をつけます。でまたここにね、薄いですけど、ここに印つけましたので、これがちょうど真裏です。でこれで一応指穴の位置が決まったんですけど、この長い丈、この二尺ドクスピングですので、ね、少し長いです。ですからまっすぐだと指が押さえられない場合はですね、この穴を、これで穴を開けましたけども、まあ、こういった十字の印をつけておいて、そしてまあこういうふうに持っていて、自分が押さえやすいところそのまま横にずらして、これをつけるようにしてください。でこれでもう一回間違いがないか確認してみます。でこれでですね、今測り直してるんですけども、ちょっとやっぱり手が震えて、ちょっと印つけ間違える時なんかがあったりするんですけどね、そういう時にはちょっとこれでまた修正します。穴の大きさは大体10ミリぐらいありますのでね、少しぐらいの差だったらこれは残りませんのでね、ここでちょっと微調整を、1回目でダメだった時には微調整でこれでちょっとやり直しております。で次に私がやってるのは、今度は歌口をですね、削ります。しっかりとですね、この横の線を取っていきたいんですけども、でこう吹くような感じで、大体こうセンターのところですね。それで定規でですね、大体これがまっすぐ、はい、大体ですね、ここがこれがセンターですね。でこれをまっすぐこうこっちに下ろしていきますと、こういうになりますのでね、これにこれが大体まっすぐというか直角になるようにですね、こうとかこうとかなるべくならないように、大体こんな感じですね。ここの竹がですね、こう丸となってますよね。これより少し下、この丸くなってる一番上よりも1ミリぐらい下にこの線が来るようにですね、大体印をつけておきます。それでこれで歌口を削るんですけど、まあヤスリでこうやってね、ゴシ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 とやってもいいんですけど、時間がかかりますのでね、ノコギリで切ります。いや初めての方はちょっとまっすぐ切れないかもしれないのでね、ヤスリで削ることをお勧めします。
こういうふうにですね、切りました。この角度はですね、いろいろあります。この角度って決まった角度はないんですけども、だいたい私はこれくらいの角度としか言いようがないんですね。ものによってはもう少しこれこうもっとこう寝てるっていうかね、もっとこういう風になってるものがあります。でなるべくですね、あんまりこう最初から角度をですねこう平らにすると、ここを平らにするとですね、それしかできませんけども、あらかじめ角度を立てておきますと、後から削って角度をこう変えることが可能ですので、なるべく角度は少し、取っといた方がいいと思います。でこれで次にやっていくのがですね、ここの中の節がこんだけありますね。これをですね、少し削ってここと平らに近づけます。ちょっとこういう感じですね。でこういったちょっと上がね丸くなったヤスリで、こういう小刀がねありますので、これで少し削り取ります。こういうようにですね、その方が早いですので、でこの時もあんまり力を入れますといっぺんに削れてしまうので、徐々に少しずつ削ってください。でこうやってですね、少しずつ削っていくんですけど、で中にこう指が入るようになったらですね、ちょっとこうこの中側ですね、これと反対側こうやると指がこう引っかかりますのでね、これでどのくらい残ってるかっていうのを確認しながら、私は最初作るときはこれを残すようにしてますので、全部削るっていう作り方もありますけども、私はこれを少し残すようにしております。なるべくこれでさっきよりだいぶ削れたのが分かると思うんですけども、大体これぐらい、この地なし尺八を作るときにですね、一番大事なのは大体これくらいっていう、そういう感覚がとても大事だと思います。でこれ でこれでここは別に完成じゃありませんのでね、大体です。これで一応こういうふうにね、音は出るようになるんですね。でこれで、このテコをですね開けていきたいと思います。これが切りです。私が使っているのは、11ミリと10.5 と10ミリなんですけども、最近は11ミリは使ってないですね。これはですね、この切りは竹専用の切りです。竹のこの表面っていうのはですね、すごくバリバリっとこう壊れやすいんです。それでこの竹の表面のこのピカピカしたところですね、これが壊れないようにですね、この切りのこれ真ん中ですね、センターで、4つここに尖ってますよね、四方にね。でここがですね、刃物のようになってるんです。これで竹の皮を切りながら中に進むようになってるんです。
ですから竹のですね、この皮を竹をに穴を開けるときに普通のドリルでやると、この表面がバリバリバリッと割れて、大変ですね、なんです美しくないっていうか竹の表面が剥がれて汚くなりますので、こういった専用 のドリル、あの刃を使って、切りを使って穴を開けるようにするといいと思います。でドリルは、普通のそれでは大体この1個をですね、これは10ミリで開けます。私の場合は1個、2個、4個、5個は、10.5 5ミリで開けて、3個は10ミリで開けてます。こういう棒をですね、この中に入るような棒を用意してください。と言いますのは、これはこのままドリルでグイーンと開けると、この重みでそのまま下までガツンとなんですね、刺さって突き抜けてしまう場合がありますので、こういった棒をここに差し込んでおけば、この棒で切りがこう下にね、下までいかないように防げますので、穴を開けてしまえばね、塞ぐことができませんので、ここでとりあえずここで最終チェックみたいな感じで、ね、でしっかり足で押さえて。正確なピッチは分かりませんけど、許容範囲の中に入っていると思いますので、じゃあ次に参考なんですけども、ちょっと私の場合ですね、この竹の場合だと少しこっちに穴を振らないと押さえ、これ左側にですね、直線だと、穴が押さえられないかもしれないので、
なるべくあの穴の開け直しをしない方がねいいですので、ちょっとこの時にここはすごくあの大雑把ですので、ここをもう少しあの吹きやすいように削ります。それで参考の穴の位置を削りたいと思います。ここからはですね、少しずつあの完成に向けてですね、仕上げていきたいと思いますので、これに対してすごくあのこれがこう上がってますよね、こういうふうに。でこれで大体このと、今度はこれの裏ですね、真裏に来るあたりをしっかりとですね見て印をつけてください。でちょっと今ここにね印つきました。これが大体この真裏になりますので、これをちょっと見ながらですね、あのここの自分の顎に合うようにですね少しあの削ります。ここではあのこの左右のですね、この高さが同じになるよう、同じになるようにですね、今こちらの方が少しあの高いと思いますのでね、この高さをちょっと揃えます。大体の左右の高さが一緒になったんですけども、この顎の当たる方が少しまだこう上がってますのでね、こっちのこのところを少し削ります。でこれでですね、大体あの大雑把ですけど形ができましたので、ちょっと見てみてどんな感じか試してみます。あの削る前よりもですね、私としてはあの随分息がこの滝に入れやすくなってます。でここで ある程度その息がですね削る前よりも良くなればですね、それでとりあえずやめておきます。でまたあの後で削ります。一箇所をですね、全部完成させるということはやりませんのでね、ちょっとずつ部分的に作り上げていきます。全体をこうトータル的にですねバランスよく整えていくっていう感じですね。じゃあ次がですね、1,2,3 個目の、穴を開けます。でこの時に私の場合はこの少しですねこっち側に左側にですね穴の位置をずらさないと押さえにくいんですね。この竹ちょっと長いですからね。ですからだいたいこう吹きながら自分のいい穴の位置はどこかなっていうふうに、探しています。
この時にちゃんとあの裏孔のこの穴の位置ですね、ポイントつけましたので、そこと4孔の穴の位置もしっかりこう位置を確認して、それで3孔がだいたい、どの辺に来るかなっていうことで、で私の場合はですね、このセンターよりもここですから大体3ミリぐらいですかね、左に上げるとまあ押さえやすいかなっていうふうになりましたので、ここにちょっとあの印をつけます。これですね、で印をつけましたら、またちょっと確認してみて、あ、これはいいっていうことになりましたら穴を開けます。それで穴を開けるんですけど、ここはあの 10.5 ミリで開けましたけど、私はあの3孔は少し小さめで開けます。10ミリで開けます。で、これでね、3孔目が開きました。なかなかあの許容範囲に入ってますのでね、これはこれで置いておきます。で、次に、4孔目に行きます。で、ここはやはり、10.5 ミリっていうのになってますのでね。で、ここもあの、まあ、最初つけましたけどね、あの穴を開ける前にあの私の場合は一応ここでいいかなともう一回竹に聞いています。だいたいいいと思います。あのこの印と実際に穴を開けた時ではね、あのやっぱり感じが全然違ってきますので、確認した方がいいと思います。はい、開きました。だいたい印をつけたところでですね、いいような気がします。で、これでですね、一応穴が開け終わりました。次にここでですね、今度は、調律をですねしていくんですけども。
調律もですね、これですぐですねできる範囲と、しばらく竹がですね音に馴染んで何ヶ月とかですね半年先とか1年とか2年先になって微妙に変わっていきますので、気長に調律してください。今ここではだいたいこんなもんでいいかなぐらいで調律していきます。前も言いましたけど、このぐらいでいいのかなっていういい加減、いい加減っていうのはどうでもいいっていうよりもこうちょうどいい具合、その時にちょうどいい具合っていうのがありますのでね、完成度をこうなるべく求めないように、大体 50% から 60% でこう仕上げていくという感じですね。 100% なんてまずありませんのでね。で、一本一本竹が違いますのでね、私が言ってるのはこの竹でのことですね。ですのでね、また違う竹だとちょっとその竹と相談しながらやらなきゃいけませんのでね。で、調理するときはまず、ロツレチハイ、他にはロツレチリーとかいろいろあると思いますけども、この一つ一つのバランスですね。こんなもんじゃないかなと思うんです。で、これはある程度吹き方によってコントロールするっていうところもありますのでね、竹に全てを求めないように自分の方にも求めてください。で、ここでまず私がやるのは、このオクターブですね、3オクターブ、これが合うようにまずやっていきます。で、今この全部閉じた、3オクターブ目の音がですねちょっと出にくいですのでね、それをちょっとまず出やすくするために、この歌口がまだまだ改良の余地がありますので、まずここをですね、削ってもう少し音が出やすいようにします。ここもちょっとギザギザしてデコボコして、で、ここのところもですね少しこう段差があったりしてるんですね。で、こういったところを少し整えて、代官のロをですね出しやすいようにします。まあ、この段差をですねもう少し削りまして、削りすぎないように少しずつですね、それとここで少しずつ修正しなきゃいけないのがですね、この削った面ですね、削った面が、なるべくセンターに対してこっちとこっちが角度が一緒だったりするようにですね調整していきます。で、この竹今ですね多分少しこっちにこの面がですねこういうふうに傾いてるんですね。ですからちょっとこちらを削ってですね、左右対称のような感じにします。で、まあ、こんな感じかなっていうところで、これで出にくい時にはですね、この中の節ですね、節を見てまず最初に極端に出っ張ってるところをですねガリガリと
削ります。すごく出っ張ってると抜けが音の抜けが悪いのでですね、でこういう、同じになるように今調律をしていってます。大管の位がですね少し低いですのでね、少しまずこの五弦のですね内側を広げます。今ドリルでですね、切れでまっすぐ開けてからこの壁面がまっすぐですね、それをですね、この内側ですね、の方をこれかヤスリで削って、少し広げます。こういうふうにですね、まあ、私のやり方ですけど、まず最初にこの小刀で、こういうふうに、この内側ですね、少しずつこうやって、まず私は上の方からやっていきます。でこれであとこれで切れるんですね。少し最初からこれだけでやっても構いませんのでですね、なんていうんですかね、針が動くので見ると正確に分かると思うんですけどね、今ちょっとこの耳だけで多分これで曲を吹いた時にそんなにこう違和感感じることがないんじゃないかなっていうふうに思いますので、これで一応止めておきます。で次にですね、レと、私たちは打って読んでるんですけど、1、3個を開けた時のこの同じ音程になるやつですね、陰と陽の陰の音ですね、
大体ここ同じようにコントロールできる範囲にあります。でこれでですね、ちょっとウの方が普通に弾くと低い、わずかに低くなってると思いますので、この3弦ですね、この内側をやっぱり同じ、この5弦と同じように少しだけ削ります。ですね、音をこうやって少しずつ穴を大きくして上げることは簡単なんですけど、今度一度開けてしまうとそれをこう元に戻すことができないので、それで少しずつやっています。したいのは三弦明けの、私たちはEと呼んでるんですけど、ロツレチの11。これも今問題ありませんので、これでもう大雑把に出来上がりです。外見はですね、このですね、今管の意をですね、ちょっと音程を上げるのに、私は今この5個ですね、この裏の穴だけをこう削ってあげました。このだけはたまたまそれでね上がりました。この指で押さえる穴っていうのは一個一個独立して開いてますけど、全てにこう影響してるんです。例えばですね、一番分かりやすいのはですね、この3つ目の穴、この3個をですね、上げることによっても管の意、またはこの、管の刃とかですね、この上の穴に影響をすごくしてます。ですから、この穴がですね、これだけでもし上がらない、音が上がらない場合はここを開けたりしています。ただそうするとですね、この3弦を開けた時のですね、このチの音、これがすごく上がったり、このウの音、これがですね、すごく上がります。そういったバランスを、全体のバランスを考えながら、全ての穴がこうどのように影響しているかっていうのをですね、感じ取って開けていくんですね。それもそういうのを私は竹に聞きながら作るっていうふうにね、言ってるんですけども、この中の節の抜き具合もですね、最初に全部抜くんじゃなくて、大方音が出るような感じで抜いていって、で見ながら吹きながらで、この節を少しずつ削っていきます。でやはり作ってる時にこれでいいのかな、もっと開けた方が、もっと音が出やすくなるんじゃないかなっていうのはたびたびありますけども、開けすぎたりですね、削りすぎたりすると元に戻りませんのでね、徐々に、迷うんだったら少し休憩してまた次の日やるとかですね、その日のうちに全てを完成させるんじゃなくて、1年、2年、3年とかね、それぐらい先でこう完成させていくような気長な気持ちでね、作るといいと思うんです。そのうちに自分の呼吸ですね、それも変わっていきます。やっぱ吹いてるとそれだけ自分の呼吸がですね、竹に馴染んで、竹とこうなんて言うんでしょうね、対話ができるようなね、関係になっていくと思うんです。ですから徐々にですね、竹と仲良しになっていこうっていう気持ちで作っていくといいんじゃないかなっていうふうに思っております。調律に関してはですね、また竹、本当にさっきも言いましたけど、一本一本違いますのでね、それはこうすればいいっていう一つのね、法則があるといいんですけど、それはありませんので、で
今ここのですね、この顎あたりですね、顎あたりとこの歌口、それとこのここの何ていうんですか、この傾斜っていうかね、角度ですね、これとあとこれの角度とかね、どれが一番いいんだろうっていうふうに誰しも考えると思うんですけどね、一番いいのはですね、その人がいいと思ってるのが一番いいんです。ですからもちろんこの顎あたり、顎なんてね一人一人違いますのでね、これがもう少しこう斜めにこうなってる方が吹きやすい人もいれば、もっと平らの方が吹きやすい人もいます。でここが全然削ってませんけども、ここも削ってフィットするようにね、それはご自分の顎ですのでね、それがこう削れるようになるといいですね。でこう人間って不思議なもんで、この少し少々吹き抜いてもそれで吹いてるとそれに慣れちゃうっていう面もねありますので、そこはまたやっぱり竹に聞きながら自分と相談しながらですね、やってみてください。開けた時点でこれぐらい出てればいい方だと思いますのでね、先ほど見ましたように時間をかけて、あとは少しずつ、自分に合うように作っていくということです。時間をかけて、未完成っていう言葉がありますけども、この、地なし尺八というのはそういった未完成の部分がですね、どれほども完成に近づいていくか、完成はないっていうふうに思っていただいて完成に近づいていく。日本の美意識に未完の美っていうのがあるんですけどね、完全じゃないからこそ少しそこに美を求める価値観を求めて、自分がそれに、未完の部分を補っていく、また自分の未完の部分を竹に補ってもらう、そういう竹との対話を楽しんでいくっていうのがこの地なし尺八であり、また、古典曲の中にあるんではないか。